三沢彩菜は日本のワイン醸造家。2014年に日本で初めてのディキャンターワールドワインアワードの金賞特別賞を受賞し、開挙と報じられた。中央武道士取締役、グレースワイン栽培醸造責任者。執筆及びワインコンテスト審査員なども務める。日本ワイン発祥の地と呼ばれる勝沼で4代続くワイン醸造賞オーナーの長女として生まれた。 あとに、日本生物工学会誌に寄せた寄稿文には、私は幼い頃から、甲州という品種に人生をかける祖父と父、二人の男性の姿を見て育ちました。甲州はワイン専用品種として、シャルドネやメルロのような国際品種に比べ、二流だと言われていました。 その向かい風の中、信念を貫く祖父と父の生き様が、私の幼少期には焼き付けられてと記載している。また、後に、TBS 番組、ジョブチューン R にては、テレビで話せない裏話を求められ、祖父の代には、高収集のブドウは、バカにされてきた、ブドウ、祖父の時代とかは、結構買ってもらえずに捨ててきたと話している。 女が蔵に入るもんじゃないという雰囲気を振り切って、単身突つすると、ボルドー大学ワイン醸造学部に似て取得できるディュアード、取得後、さらに、ブルゴーニュの専門学校にも通い、2006年、フランス栽培醸造上級技術者資格を取得した。ブルゴーニュでは、条件が悪い畑でも言い訳せずに、良質なワイン作りをするワイナリーを見て、感銘を受け、その後、 日本に似て条件が悪いながらも良いワインを作る南アフリカのステレンボッシュ大学大学院に留学。この大学ではコブソハンター教授の伝統国も新興国もアプローチが違うだけでゴールは同じであるに心を動かされ公衆ワインを育てる決意をして帰国した。これらは公衆はこのままではいずれ淘汰されてしまうかもしれない。 という危機感と日本の誇る公衆ブドウを世界へ広げたいとの思いからの行動だったと雑誌取材に答えている。また留学中の毎日を目から鱗の毎日と語っておりワインの品質の80%はブドウで決まります。日本では大半のワイナリーが農家から買ったブドウでワインを作っていましたがフランスでは自社でブドウの栽培から行うのが当たり前と 説明している。帰国後、実家の中央武道士株式会社に入社。入社時には、地獄へようこそと父である社長に言われたという。最盛期は帰る暇もなく蔵に寝泊まりし、睡眠時間は2から3時間、まさか、と思ったけど本当に、地獄のような毎日と答えている。ワイン作りは、半年間が忙しく、特に9月から11月が最盛期で、 残りの半年間は乾燥期に入るため、それを利用し季節が反転する南半球で腕を上げるために武者修行を行った。最も印象に残ったチリでは1週間に3000トンを仕込んだこともあり、また、チリワインのコストパフォーマンスを支える厳しい雇用環境の従業員を見たという。また、オーストラリアハンターバレーのブロークンウッドワイナリーで2009年の実地の スタートラインを切ったと言い,い、この際は寿司や侍と呼ばれていた。醸造家は体力勝負のためにジョギングで体力作りをして香水などワイン作りに少しでも悪影響があるものを排除している。またワイン醸造家として修行を行う傍ら手掛けた商品は最後まで見届けたいと輸出先に訪問したが、 日本のワインはいらないと言われ、あるいはアポを無視されるなど、何度も心が折れそうになったと述べている。何度も心折れやめようと思う中、2013年には、やっと納得できるワインを作ることができた。これを、キューベ・ミサワアケの公州2013として出荷し、また国際コンクールに出品する。2014年に、キューベ・ミサワアケの公州2013が、 デキャンターワールドワインアワードで金賞を受賞した。これは最も金賞を取ることが難しい世界的アワードとも報じられた。1万0千7銘柄のワイン銘柄からの選出であり、そのうち金賞は424銘柄だった。また、金賞受賞から選ばれる特別賞リージョナルトロフィーも受賞し、 この総受賞者数は1万5千七7名柄中の126名柄だった。二級品あるいはワイン作りに向かないとされた公衆酒道による日本初の受賞はワイン界に衝撃をもたらし、産経新聞は日本初の快挙と報じ、東洋経済は世界が驚嘆したと報じた。以降、2015年、2016年と3年連続で金賞を受賞している。また、 デュア2016には、グレースエクストラブリュット2011、グレースコッシュプライベートリザーブ2015でアジア初のプラチナ賞、ベストアジア賞を受賞。2019年、グレースエクストラブリュット2014が、ブルームバーグにてシャトーラフィットロートシルトやモンラッシェと、共に世界のトップ10ワインに選ばれた。ワインは、作り手の性格や、意思のべてを反映することに気づき、 ワインは自分を映す鏡としている。メーカーズギナーなどの企画も行い、公衆ワインの伝道師になりたいと発言している。将来について、おばあちゃんになっても、ぶどう畑を駆け回っていたいと語る。自由民主党副総裁、金丸信は、祖母の義理の兄弟、ありがとうございます。